はい、お久しぶりです、まあ、なんで塔の外にいるんだって話なんですけど、あの冗談みたいな話なんですが、セーブデータがぶっ飛んだんですよ。で、あのすでに個人的に C エンドはもう見てまして、あの前回のパートの続きから、まあ、あれはそのままぶっ通しで本当はやってたんですけど、その次のパートを投稿する前、編集する前にあのデータがぶっ飛んで投稿できなくなってしまって、まあ、おまけに最初からやり直すという羽目になったわけなんですね。でようやくここまで戻ってきたので、ちょっとここから先はしばらくカットして前回の部分からつなげられるようにやっていきます。はい、前回の赤い少女を倒したところまでようやく追いついたので、ちょっとねアーカイブを読もうと思います。これはあの図書館みたいなところで A2 が見つけたやつですね。あの自動的にこのアーカイブが表示されなかったので、あのプレイヤーの任意で読まなきゃいけないんですけど、極秘2号モデル運用概略、ヨルハ計画における2号モデル運用概略、ヨルハ試験部隊第1回降下作戦に参加したアタッカー2号 A2 は、シミュレーション段階では母音の成績しか残せなかったにもかかわらず唯一の生存機体となった。保存されていた当該パーソナリティデータの解析を進めたところ、極限状況での分析判断能力が極めて優秀であることが確認された。別校で報告されている E 型モデルの最新ロットに当該パーソナリティデータをインストールし、本計画の機密保持担当として運用するものとする。うん、あのこのE 型モデルってあるんですけれども、ちょっとさっきも言ったようにすでに C エンド見てしまっているのでどういうことかもう分かっちゃってるんですけど、まあこれをこの後に明かされるんですよ。でこれが 9S が赤い少女、機械生命体の概念人格というやつに渡されたやつですね。ヨルファ部隊廃棄について以下の資料はヨルハ計画の最終工程を記したものである。本資料は機密レベル SS、バンカー司令官を含む全てのヨルハ関係者に開示をしてはならないことに注意。誰が書いて誰までが見てたのか謎なんだけどこれ。ヨルハ部隊廃棄について戦闘データが蓄積され、次世代モデルへの転換時期が近づいた段階でヨルハ基地バンカーのバックドアが開放されるようにセット。意図的に機械生命体によって攻撃させることでバンカーを放棄、その際本資料を含めたヨルハ計画に関わる全ての情報を破棄し、月面に人類がいるという情報偽装の完成とする。うん、この資料そのものも破棄することになってるんだ。うん、渡されたけど。っていう感じです。あ、ちなみに難易度はノーマルです。ハードにはしません。よし、じゃあやっていきましょうか。で、ここは一回倒したから飛ばしてもいいか。講師だな。よっしゃ、まあ適当に倒します。なんでまだ動けるんだ。水素ミッサーバーの残存データ。よっしゃ、こっからが 9S だな。今度はしくじんねえぞ。よし、もう来ると分かってっからな。心の準備はできてんだよこっちは。前回はハードにしてた上にまさかこの飛行ユニットのパートがまた来るなんて思ってなかったからな。もう大丈夫よ。てか別にこれ全部倒さなくてもいいよな。なんか勝手にいなくなるし。でボスが来るんだよ。来た。信じてた。あとこの状態ハッキングできんだよな。ハッキング失礼します。あ、ちょっと面倒くさいなこれ。あ、食らった。よし、やったか。
あーまだか。前段発射。しぶといね。あの宗教施設の人格が入ってんのか。で再び A2 レーブ。よし、まあ、前回のデータよりもレベルは下がってるんですけどね。まあでも大丈夫ですよ。おっと甘いんだよ。でぇこの野郎。よし、しぶといね君たち。終わりか。あーで何やつ再びこうやってどんどん変わるんですよ。なんかもう機械生命体もアンドロイドも変わんないんだよね、こういうの見ると。どこにその違いがあるんだって。こいつらにも大事なものはあるんだよな。おっと、またいつ。瓦礫。何か、あれか。資材。何を作るんだ。あ、そこはちょっと分かってないんだよな、まだ。おっと。なんだ、またお前たちか、懲りないな。まだいんのか。そいや。よし、せいえ。はい、また何してたよ。忙しいぜ。ハッキング失礼します。あ、あ、あ、落ちた。早っ。講師がまた来るんだよな。あいつら見んのか、めんどくせえな。あぶね、今よく避けたな、これ。おらら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 、せい。おい、また何やせい。本当に忙しい。この忙しいのが楽しいんだよな。お、追いかけっこおしまいか。星に向かおう。ちょっと喋らせてやるか。僕たちは機械生命体。君たちはアンドロイド。君たちはアンドロイド。アンドロイドですが何か。お互いに何のために存在してるのか分かんないって感じだもんな、これだと。でもちゃんと自我はあるんだよな、こいつらにも。んでまた A2。 おっと、よし、ガチやるからな。一気に消せるぞ。おら、よし。おっと、また追いかけっこですか。せい。お、合流するかい。そんな苦戦してなかったでしょ。お、来た。
て。待て待て待て、そこは協力しようぜ。落ち着けって。まずはこいつら倒すところだ。せいや。あ、でこれ切り替わるんだよ、どん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 一定のダメージ数に応じて。終わった、あっさり終わった。せい。何やすお前、今 A2 もろともやろうとしたろ。俺には分かってるぞ。まあ落ち着けよ。この塔は月面の人類サーバーを狙った巨大砲台だ。このままだと人類の残存データが破壊されるだろう。どうでもいい。まあ何やにしてみたらそうだよな。どうでもいいよな。もうどうでもいいんだよ、そんなこと。知ってた？僕らはこの世界に必要ないんだ。人類はもう滅んでる。アンドロイドが戦う意味を持つために作られた月面の偽装サーバー。その嘘を守るために用意されたヨルハ部隊は、証拠隠滅のために最初から全滅するように計画されていた。さっき見たアーカイブの話そのものだよね、これは。バンカーに仕掛けられたバックドアは一定時間で起動。司令官も僕もトゥービーも。でも司令官そこまで知っとけよって話だけどな。そこ知らずになんで司令官やってん。まあ知ってたらやらないか。まあ、難しいとこだな。全部捨て駒だったんだよ。誰が計画したんだよこんなもん。おかしいよね、笑えるよね。ああ言葉がカタカナになってる。ナインエス、私。うるさい。君はトゥービーを殺したじゃないか。それには理由があるんだってば。あとそれから2-1王のこともたまには思い出してあげてください。それだけで十分だよ、僕たちが殺し合う理由なんて。やめとけやめとけ。トゥービーは苦しんでいたよ。君を殺し続けること。そう、ここに繋がんだよな。高機能モデルの 9S タイプが真実に到達することは予見されていた。まあ、この真実っていうのはどこまでのことを指しているのかがわかんないんだけど。彼女の 2B というモデル名は偽装だ。正式名称は 2E 2号機 E 型。そうなんだよ。ヨルハ機体を処刑するために用意された部隊の位置。本当は気づいていたんだ。ナインエス。うるさい。うるさい。お前に言ったね。僕たちの何が分かるって言うんだ。バッチリ汚染されてるな。停戦。ここで彼女と争うことは。ポット1号さんに命令。貴様の独断の論理思考と発言を禁止する。この命令は A2 か僕のどちらかの生命活動の停止が確認できるまで維持しろ。ああデモムービーの画面だな今出たのは。操作するヨルハ機体を選択。で、C エンド見るには A2 なんですよ。で A2 を選びます。本当に構わないか。はい了解。でね、また 9S が敵に回すとめちゃくちゃ厄介でね、ハッキングをかましてくるしね。ほらポットプログラムもガンガン使ってくるし。あ、特にセリフはないか。
おっちじゃあやらせてもらうぜ。せいや、わあやられた、まずい。あ、まずいかもしんない、これ避けらんねえかも。お、いけるか、ギリギリ。おー、危ねえ。ま、やべ、くそ、ハッキングばっかしてきやがる。これさっくり蹴りつけた方がいいな、めんどくさくなっちゃうから。よし、悪く思うな。あー、くっつけた腕が。ポットとの息ぴったりだな。で、9S を助けようとしてくれんだよ、 A2 が。 9S の論理回路を修復する。了解。9S を汚染しているウイルスの場所を教えてくれ。了解。夜破棄隊 A2、 この先に 9S のコアデータが格納されている。報告。ウイルス汚染が深刻で除去は困難。いや、一つだけ方法があるはずだ。その方法は推奨できない。私は夜破棄隊支援随行ユニット、支援している夜破棄隊 A2 に害を出す行動には賛同できない。意外といいやつだな、お前は。最後に仲良くなったな、こいつら。てか別に A2 そこまでする必要ないんだけどな。なんか貧乏くじばっかり引いてるよな、 A2 って。報われない気がするけど、でも A2 も A2 でこれ以上一人で生きててもしょうがないっていうのがあるのかもしれないな。ああ、ここだな。私が全部。ポット、ナインエスを頼む。あ、ここでポッ、あ、そう、君はとか言うんだよな。私はまだやることがあるから先に行ってくれ。了解。やることがあるっていうか、もうもっといっぱいやること作ってほしいな。これは誰の声なんだ。すまないな。ああ、塔が崩れてく。こんなに世界が綺麗だって気づかなかったな。みんな今行くよ。あいつ、ということでこれが C エンドですね、うん、まあ一回見たんですけど、すでにさっきも言ったように、うん、でこのエンドロールがね、謎なんだよね。流れ方逆じゃないかなって思うんですけど、なんかすげえ違和感感じて。はい、ということで、前回のパートからだいぶ間空いちゃったんですけど、まあ、データが消えるという、まあ、大トラブルがあって、まあ、もう一周やり直す羽目になったんですが、計らずも、そう、計らずもね。で、まあ、もう一回やりたいなと思ってたクエストとかもあったので、
まあ、計らずもやれるわけですよ。まあ相対的に見れば好き好んでやり直したいわけじゃないんですけど、ただまあやり直したことでもう一回ストーリーが深く知れたなっていうところもあったし、Cエンド一回見たことで、あ、ここはああだったんだっていうのが分かった部分も細かいところがあったりして、そういう面白さも感じることができたので、で、まあ、2B は2号機 E 型だったんですけれども、思い返してみると B ルート 9S 編の時に、クエストでE 型がモデルが出てきた時があったんですけれども、あの時のクエストで思い返してみると他のクエストだと 2B 全然喋んなかったんですけど、あのクエストに限っては 2B が結構セリフが多くて、まあつまりそういうことなんだなって、自分の正体にも触れるような部分だったんで結構いろいろ反応してしまったという感じなんじゃないかと思います。で、まあなんか 9S に対してお人よしだとかって美人に対してサービスしすぎとかっていろいろ言ってましたけど、あれはまあ嫉妬心もあったと思うんですけど、 E 型モデルに触れさせたくなかったっていう、そういう本心もあったんじゃないかな、おそらくね。でちょっと調べちゃったんですけど、まあ、2B ってもう何回も 9S を殺してるらしいんですよ。裏設定までいかないか、設定としてそういうのがあるらしくて、何回もその冒頭の廃工場での出会いを、まあ場所は違えど 2B 的には繰り返してるらしいんですね。 9S は毎回初対面のつもりでいたわけなんですけど、あの挨拶を毎回毎回されてたらしいんですね。で A エンド B エンドで 2B が 9S の首を絞めた時に、まあ、いつもこんなっていうセリフがあったんですけど、まあ、そのいつもっていうのが、まあ、その毎回毎回 9S を殺してたっていう、そのことをおそらく指してるのと、あとそのタイミングで、まあ、今の君はも戻ってこないっていうセリフがありましたけども、まあ、あれは冒頭の廃工場で 9S の、まあ、データがない状態で復元した時がありましたけども、まあ、あれのことを言ってるのかなって最初思ったんですけど、まあ、あれを含めたもう全て毎回毎回同じことを繰り返してることについて 2B は言ってたのかなと。そう考えるともうあの言葉の重みって、もともと重かったんですけども、まあちょっとね、旗で見てる方としては計り知れないほどの重みがあるなという感じですね。で、あとはちょっと A2 についてなんですけど、ちょっとここまで自分が動画で見せてきた感じだと A2 に対しての掘り下げがちょっと少なかったなという反省がありまして、実はちゃんとアーカイブとかがあったりして、それ読んでなかったんですよね。動画内では、動画外で個人的にはもう読んだんですけども、ちょっとそれ次回の投稿の時にそこをちょっとやろうと思うので、ちょっと淡々と文章を読むだけの動画に次回になっちゃうかもしれないんですけども、あ、エンドロール終わったから最後のムービーか。これは森の国でいいのかな。あれは 2B の剣と 9S のカバンでいいんだよな。 9S は結局どうしたんだろうな。 A2 が助けてくれたわけだから
一応あの直後は生き残ったはずなんだけど、9S も 9S で別にもう、生き続ける理由がなくなっちゃったからな。A2 的にはもうやりきった感があったと思うけど、本人的には一応、報われはしないけれども、ある程度の満足はしたのかなっていう感じではあったね。で、まあ、チャプターセレクトが使用可能になりました。タイトル画面またはアクセスポイントから選択できます。これが便利なんだよな。デバッグメニュー。まあ、デバッグメニューはちょっとよくわかんない。デバッグ部屋。入手アイテム。ジューストアーマー A、B。光学迷彩式ゴーグル。A2 のウィッグ。入手アイテム。アーカイブ。機械生命体研究報告書。これは概念人格についてですね。これもちょっと後で、次回の動画で読もうかな。変なオーナーレジスタンスに新機能が追加されました。セーブします。一応こっちにしとこう。タイトル画面に戻ってきた。やっと続きができた。ほんと疲れたけど、まだ終わんないです。このゲームは一応あと2つ正規のエンディングがあるので、ちょっとそれをやるまではまだ終われないので、ただその前にちょっとやりたいこともあるので、ちょっと準備ができたら、準備ができたらっていうか、さっき言ったような A2 の掘り下げをまずやろうかな。あと、デモ V が入っちゃった。まあ、その A2 の掘り下げを次回やって、ただ準備をいろいろして、で、いろいろ見せたいものを見せて、D エンドと E エンドやって、最後、このゲームを集大成飾りたいと思いますんで、もう少しだけ見ていただけたら嬉しいです。では、ありがとうございました。